し人を殺める誰にも言えない夢を見て目が覚めた。なぜか知りたい理由が欲しい。横たわったまんまの私、大きな問題の発生、逃げたい気持ちでいっぱい。夢占いには書いてあった、立ち向かえば逃げなければ悪い夢じゃないんだよ。見たくないような夢を見て、見たくないようなものを抱えていることに気づいてと。ねえ誰だって心の中に人には言えない気持ち持っているし、いい悪い測りかけるよりあなたに嘘のないように。変わるのが怖くもあるし、変わるため動き出したい。過去の焼き増しはもうやめるんだ。正しく生きることって何？エイトスの向こうに新しいメロディ、不協和音でもいいんだよ。出会えるチャンスを掴むのさ。どこまでも戸惑いはついてくるけど、選ばれし思いだけ握りしめてゆこう。誰かのフレーズの中で生きるよりも、僕が主人公の君が主人公の、僕らの主旋律で僕らの声で生きて生きて。正しく生きることって何？エイトスの向こうに新しいメロディ、不協和音でもいいんだよ。立ち向かえば逃げなければ悪い夢じゃないんだよ。見たくないような夢を見て、見たくないようなものを抱えてることに気づいたら、変われるよう変わっていこう。